警察によりますと詐欺の被害に遭ったのは沖縄本島に住む40代の会社員の男性で今年6月、出会い系サイトで知り合った女性を通して FX 投資の先生と名乗る人物から投資の方法の指南を受けたということです男性は指定された口座に13回にわたって現金合わせて1985万円を振り込んでいましたが 儲けを引き出したいと伝えたところ手数料としておよそ1000万円を請求されたため警察に相談し詐欺に気づいたということです男性は本来練習用として使用する投資アプリを使うよう指示されていてそのアプリそのアプリ上で自らが振り込んだ金額や儲けが確認できていると思い込まされていました警察は投資話などがあった場合には 家族などに相談したうえで慎重に判断してほしいと呼びかけています。